るんですけど、ちょっと来週か再来週ね、ちょっと遠征でダムで、でげえの釣り行くんだけど、ロクマで釣ったことないんだよな。どうしようかな。でかいのじゃないとダメだからな、俺。新米に釣ってもしょうがないからさ。これもでかいの取れそうっちゃって取れそうだよな。状況がね、今ダムが、夏なんで、夏から今秋に急激に冷えて、今日のね、温度が、17度ぐらいなんですよ。で、来週になったらまた冷え込んでくるっていう秋のあれでね。だから17、15の、ダムの、山奥のダムで釣るっていうと、やっぱりこういうシルエットの、でかいシルエットのやっぱり撮るっていう感じにしようかな。これ結構いいんじゃね、これ。あれももこれも持ってってもね、スラッコでやろうかな。スラッコめちゃくちゃ釣れるからね。これ知ってる？みんな。これで、まあ、テキサスでバチバチはめたらスラッコでめちゃめちゃ釣れるいい動きするんですよ。まあ、伝説のルアーですね、スラッコは。スラッコ知ってる？みんな。これ、まあ、入れ具2枚刺して。もう最近動画ね、もう高橋魚人釣りチャンネル、もう釣りも引退するだぜって、もう動画もね、撮らないみんな感じで。まあ、プライベート調校でこの辺ちょろっと言って爆笑しましたけどね、一人でね。まあちょっと動画作ろうかなっていう。これもいいな、ビガン。で、一発、どのルアーでも俺なら釣れると思うんだけど、ドライブビーバーもこれも4インチの OSP ね。これも結構いいんだけど。あとこれがいいね、シャッド。で、ただ今回のダム湖で、ディープにいる可能性があるんで、やっぱり夏から秋に切り替わって、急に冷えると水温もガー下がるわけじゃん。その水温がガーッと下がったら、やっぱそこにディープにつくことあるから。で、本当にね、ダム、深い水深が20メーターとか35メーターの水深があったり、一番深いラインはね。だからそういう深いところを攻めるっていうのは、やっぱり むやみやたら投げてるだけじゃ絶対釣れないから。もちろんむやみね、やたら投げて釣れることもあるけども、それではもうたまたま釣れたっていう釣りはしたくねえから。これも結構いいよ、これね。掃除せないということで、またちょっと1週間後行って2週間後には、デカバス釣る動画、真面目にやる感じで、本当に借りに行くっていうか取りに行くっていうような、まあそういうね、夢を持てるような動画作ろうかなと思ってます。遊びのするね、釣りすつもり、今回はね、毎回テーマあるんですよ。今回はレジャーで行こうって楽しもうっていう形の釣りもするし、あと狩りに行くっていうか、結果出しに行くっていう釣りあるんで、で、今回は結果求めて行くんで、さすがにね。でげえのどうやったら釣れるかって、そこでこだわってやっていこうかなと思う。これで攻めるかな。これは強いで、中層巻いていくの、ミドスト。ミドストでね。一番釣れる釣りってミドストなんですよ。ちょっと今回これに変えようかな、今回の兆候。4インチのメソッドヘッド。まあ、これ、いわゆる昔で言うとこのスライダーワーム系の赤のスライダーワームで。で、濁りが出た時、これ赤効くんですよね。濁った時は。目立つから。あと、スレバスに効くね。赤のワーム使う人が少ないから、逆張りで、逆に食っちゃうっていう。これが脳神経あたりで、脳神経ダウンショットで。これもちょっといいかもしんないな。さあ、今どこですか？今高速道路。滋賀県の多賀町。多賀町に来てます。ベルトし、お前。何が？今から、近々映画ザ・ブラックバス8やるからね。ああ、やろうよ。で、その段取りは、結構今回やばいことになって、登場人物が10人ぐらい来るから。10人はやばいな。おーちゃんやろ。おーちゃんの鈴木ちゃん、鈴木さん、あとレモンっていうアイドルの子、レモンちゃん、そのアイドルやろ。アイドルいいね。グラビアアイドルな。とあと男の子がモンキー清介、あと乾さん、希望送電の犬ちゃん、今時代劇撮っとるって。あの犬ちゃんな、今時代劇の役者でクランクインしとると。その合間にちょっと
一日顔出してくれる。忙しいのに来てくれるんだ。そういうこと。すごいね。あとはもう水谷くん。誰？強迫性障害の男の子んで、ね。ああ。強迫性障害でお前悩んでいろいろ大変で、仕事も今できん状態で無職でいつでも出れると。あ、水谷くん。水谷くんが。で汚れ役でも何でもやるって言ってくれたから、じゃあでお願いって頼んで、あとお前にな、主役お前やで。ああ俺か。菊池俊一、あと石丸先輩で、今度茶会不専務も来る可能性があるな。ああ来ないか、来ないか、わからん。ただ来ないか、カメリンも来ないか。あとカメリンとな、大変な映画できるで。ちょっと多すぎじゃねえか。いや、それをまとめて切ってことでしょ。あ、そうか。だけど久しぶりにちょっとお前が来てさ、あの俺ちょっとバス釣り一時やめてた時期もあったのよ。ああそうだね。うん。でこの間バス釣ってちょこちょこ最近釣っとるやん。でちょっとまたちょっと釣り熱がちょっとまた釣り行こうかなって気になってきた。まあね、釣りも行った方がいいよ。うん。お前はさ、その、あの YouTube でさ、今めっちゃ多いじゃん、その釣り YouTuber の人って。多いね。で釣りガールも結構めちゃくちゃいるじゃん、ね、もうばっかりや。お前悪口言うなよ。お前超悪口言うね。ほんで、その釣りガールで、もしもこの人とコラボできるっていう人を一人選べ。釣りガールあんまりわからないけどな。見ないのか。まあ見ないけど、でもまあ昔見てたんで、リンカとか可愛いな。あ、ベベルのリンカさん。ベベル。あ、お前見てねえな、大して。ベベルに所属してるのかな。そう。買っちゃった。ありがとう。これは美味しそうだ。食べるぞ。買ったん？うん、こういうの。これ食べな。お土産買ってきた、お土産。うん、1個食べてくれ。うん、お土産。今日、今はね、これどこ場所？大阪のスイタ？たこ焼きか。違う、うん、なんとろろ。2個食べて、半分食べていいよ。いいの？とろろ揚げって言って。食べていいの？いいよ、もちろん。長芋を揚げたやつ。うまそうじゃない？感想聞かせて。の、うん、匂いがやばいやろ。匂い美味しそうだけど、見た目はあんまり美味しそうじゃないか、正直。いや、ポジティブなこと言って。ん？ポジティブ。いや、正直な感想言った方がいい。いや、食べて。いいの？いいよ。どうや？あ、美味しい。レベルは？たこ焼き。レベルは？ 3。全然3点か。ちょっと俺も1個貸して。たこ焼き？なんか長芋焼きって書いてあったの。たこ焼きの味。スイタ大阪名物。たこ焼きの中身の味。うわ、うまっ。めちゃめちゃうまいじゃん。何お前のその、めちゃくちゃうまいじゃん、これ。ありようじゃねえか、お前、空のあれ。え？あれ、空さ、今ちょっと見えるから見てほしいんだけど、あそこ、縦線がさ、ああ1個、2個、3個、4個ってあそこにあるじゃん。ああ、あるね。で、一番右側のとこさ、奥とか UFO じゃね？飛んどる？うん、特にあの右の、雲の、右側にあるの UFO だよ、あれ。あれ UFO じゃん。あれ UFO だね。やばい、あれ。やばいって聞くさ、あれ右上。UFO か。菊池さん、はい。ケムトレイルじゃねえこれ。何ケムトレイル。ケムトレイル何それ。ケムトレイルだよ。ほら、どんなもの。 UFO のこと。いや、だから煙をばらまいて、お汚染物質をばらまいてんだよ UFO が。わからん、誰が NASA かわかんない。 UFO かな。これもう危ねえじゃん。ケムトレイル隕石じゃねえかあれ。今の右側の隕石だったらもっと早いでしょ。ケムトレイルじゃない。爆弾じゃねえかこれ。いや爆弾じゃねえ、ケムトレイルだ。ということで菊ちゃんさ、ああまだ300キロあるんだけど。遠いな。あの YouTuber になったじゃん菊ちゃん。お前年収なんぼ欲しい。年収1億。おお、当たり前や、うん、俺は計画立てるのは、うち今あの正社員全部で俺入れると8人おるわけだ。おお、8人か。8人おるんだけど、うん、全員年収1億円って計画したの。ああ、そりゃそうだよね。うん。ということは、年間売上を16億円にしないと、人件費 50% でやってるから、8億払えないんだよな。ああ。ほんで、だいぶまだまだ売上足りんね。
足りにか。うん、まだ1億払えんな。ああ、そうか。うん、だから お前の腕で1億、年間2億稼げれば、俺1億払うできる。すぐだろ、2億ぐらい。うん、やってくれるか。うん、今、マヤって書いてあるから、これ、キムさん、地名はどの辺よ。神戸の近く。神戸か。神戸もええとこやでな、ハーバーランドがあって。行ったことあるの？あるよ。仕事だって俺、ずっと20代の頃、神戸ハーバーランドにしょっちゅう行っとったよ。あ、そうなの？もう出張でね。へぇ。これ明石海峡か。え、ああ、そうだね。明石海峡これ。明石大橋ええの。広いね、もうね。四国行くたびこの道通るわ。まあ、ここしかねえ、うん。で、これ越えたら徳島があんねん。まあ、淡路島からね。うん、俺徳島出身って知っとった？出身じゃねえだろ。徳島生まれ、中2までおったの。ああ、そうか。中2までおるの、徳島。生まれは名古屋だけど、徳島、生まれは名古屋だけど徳島育ち。おお。じゃあもうあとちょっとして、うん、今日はホテルと思って、明日朝9時起きだ。ああ、ゆっくり休まって寝よう、疲れたな。ああ、OK。 菊池さん、今回はバス釣りと恋釣りを両方やります。恋釣りもやるの？おう、恋釣りか。だから難しいな。バスとバスでこう恋釣りってこう投げるやん、うん、で竿出して待っといて、その合間はバス釣るって。バスと恋両方両方。